橋本悟は、オウム真理教の元神と、元死刑囚。東京都出身。ホーリーネームは、ガフバラティーリア。教団が象徴性を採用した後は、自治省のメンバーとなった。坂本弁護士一家殺害事件、松本サリン事件などの実行犯として、有罪判決を受け、2007年10月に死刑が確定し、2018年7月26日に、執行された。 東京都調布市で新聞販売店を営む両親のもとに一人っ子として生まれ、特に反抗期もなく育つ。少年時代の将来の夢はプロスキーヤー。東京都立狛江高等学校を卒業後、一浪して早稲田大学法学部に入学。弁護士や青年海外協力隊に入ることを夢見ていた。大学では空手サークルに所属。3年時から部長を務め、 空手道場にも通う、武骨者として通っていた。1988年春、オウム心理教に入信した高校時代の友人を脱会させるために、説得したり話し合ったり、友人の様子を見るためオウムのセミナーに参加し始めた。当初は、オウムは弱虫の集まりみたいな集団だと、両親へ話していたが、あっという間に、朝原将校の特4無両親。 救済などの教えに感化され、同年7月に入信。入信した直接の契機となったのは、ニーミとモミツの存在が大きく、彼に後悲者な態度で疑問をぶつけたら、あっけらかんと入信しましょうと返され、すごい悟りの人なのではと思ったことだったという。12月31日には大学を3年で中退し、両親の猛反対を振り切って出家。家を出ていく際は正座して、 21年間幸せに育ててくれてありがとう。でも戦争を止めなきゃと母親に話した。母親は心配のあまり大学に相談するなどしたが、その取り乱した様子に帰って母親自身が心配され、結局は何かあったら逃げ出しなさいと言って身を送った。1989年2月から広島支部で出版物の営業に従事した。しかし、たびたび職や、 性の戒律を破る、教団内の不満分子として見られており、周囲からは、富田隆史と共に、フリーマンと呼ばれていた。同年10月からは、新理党の選挙活動の特別反面バーこと、袋を舞台に抜擢され、早川則りよの配下で、夜中に上下黒のジャージを着て、敵対候補のポスターを剥がすなどしていた。剥がしている最中に誰かが来たら、ラジオ体操をして、 ごまかすようにと早川に言われ、呆れたと言う。同月、教団内で、武道大会で、元ボクサーの進徒などを破って優勝。選挙特別班から朝原を警護する警備班に入り、ザコネ生活から、上役である新見の個室に同居する生活に変わった。1991年12月、大向中都市構想を企てた朝原が、村井秀夫に命じて建造させた。 特殊潜航艇の操縦主役となった。乗せられた潜航艇は彼曰くドラム缶2本を連結し側面に穴を開け、その部分にコックピットのような形で洗面器を取り付けたものという粗末な代物であった。静岡県の沼津港で浸水式都市運転を行った際に浸水直後に沈没し、信者らも立ち去ってしまったため潜航艇内部に取り残され、 結局地元のダイバーに救出された。後の現場写真と破本の証言で明らかとなったが、教団側は最初はクレーンで水面ギリギリまで吊るした状態を写真撮影するだけの予定だったが、途中クレーン車がバランスを崩して横転し、そのまま海へ落ちたため、先行艇も巻き添えを喰らい沈没したということだった。橋本は裁判にてそのことについて潜水艦が 沈み内部に取り残されていた時は、そう馬刀のように今までの人生が思い出された。おおむに巡り合っていなければ、と後悔の念を供述している。このことに起こった橋本は朝原に、こんな馬鹿な作り物はないと訴えたが、朝原は、それは村井が悪いんじゃない。お前が、否定的な観念を持つからそうなるんだ。と言われ、朝原は馬鹿で馬鹿で、どうしようもないと供述している。 1989年11月2日、新見と早川から坂本弁護士一家殺害事件の実行犯の一人に抜擢されたと知らされる。武道の腕を買われての抜擢であった。早川から坂本弁護士を殴り倒せ。あとはわしらでやると言われ、殺しに加わるわけじゃない。殴るだけなんだと自分に言い聞かせてメンバーに加わったという。この際、 新宿で変装用として高い服を購入したために、早川からとがめられた。この時、売り場の女性店員からデートに誘われ、このままデートに行って殺人から逃れようかなと考えたが、朝原から他心通で見通されることを恐れて、結局メンバーとの待ち合わせ場所に戻り、横浜へ向かう車中でマントラを唱え続けた。月日午前時頃、坂本弁護士宅に侵入し、 村井秀夫、早川、岡崎一名、新見、中川智政と共に一家を襲撃した。橋本は坂本に馬乗りになって六、七回殴り、岡崎が彼の首を絞めている間、足を押さえていた。坂本の妻に対しては腹部を膝落としで強打した。殺害後、遺体の息を手伝った。1990年4月、両親が、 オウム心理教被害者の会のメンバーと共に、富士山総本部を訪れた際、警備中の破本を発見。息子が殺害の実行犯だと知らずに、坂本弁護士の行方不明を報じる記事を見せて、オウムはこんなこともやっているのよと脱会するよう説得した。殺害犯は自分なのだと知ったら母親はどれだけ動揺するだろうか、と、橋本は母親が帰った後に泣き、 様子がおかしくなったが、朝原に、前世でお前は、わしの息子だったと、フォローされ、あれはポアだったんだと自分の中で正当化するようになる。橋本はその後も何度か実家の近くにまで行ったが、結局帰ることはなかった。朝原の俗物的側面を見て、不信感を募らせ、教団から脱走を試みた一方で、坂本弁護士事件に加担したことで、自分を、 ただの殺人犯だと認めたくないために、消えを求め、教団から抜けられなくなったという。1994年には、松本サリン事件にも加担した。新みの指示により、犯行時に着用する7人分の作業着を富田と共に買いに行き、武道に長けた富田、中村のと3人で特殊警棒を持って、サリン噴霧中の警備係を担当。本がサリン噴霧車運転し、 現場に赴き、助手席に座った村井が機械を操作し、サリンを発散させた。村井率いる科学技術賞では、特殊線工程以外にも非現実的な計画や、突飛なものばかりを開発していたため、噴霧したって、付近の住人に鼻水が出るくらいだろう。またバカなことやってる、と思ったわけですよ。何も考えていなかった。要するに、私からしたら、 仕返しとかいたずらですからと考えていたが、事件後教団に貼られた壁新聞で死者が出たことを知り、愕然としたという。同事件に、サリン製造係として関与し、死刑が確定した土山サ美は、高校の先輩にあたり、彼が脱会を願う両親の元から逃走して、世田谷道場へ逃げ込んだ際、オウム真理教富士山総本部へ連れて行ったのは、破本であった。 1994年12月、富田とその恋人であった女性信者の脱走を手引きした。恋人、中村、中村の恋人の4人で逃走していたが、1995年7月9日、埼玉県大宮市のウィークリーマンションに潜伏していたところを中村と共に埼玉県警察に逮捕された。 1996年2月に祖母が亡くなったことをきっかけに教団と決別し、それまで殺したのではなく救済した宗教的意義があったと自身に言い聞かせていた。坂本弁護士一家殺害事件が救済ではなく殺人、犯罪であると理解した。法廷では事件について極刑を覚悟で率直に語った。第一審の後半では、朝原にも検事にも騙され畜生。 朝原は八つ咲きにしても許せないと怒りをあらわにした。また、裁判の場においてもよく、若者言葉を用いた。検事から坂本に馬乗りになった時の心境について、聞かれると意識なくなるまで殴る気持ちにはなれるわけないだろうと言い、声を殺して泣き出した。朝原の後半に出廷した際には、教団には理不尽なことはたくさんあった。それに、 中ば目をつぶって生きていくことが、ステージが上がること、お伏せの額は設定していないと説明されたのに、出家してみたらすごい常識外れの金だった。信者は、菜食主義なのに、弁当屋を経営し、ビフテキを売っている。矛盾だと不満を述べた。武士道にこだわっていたという破本に対し、検察官が、坂本弁護士事件で妻や乳児まで殺害したことについて、女。 子供まで手をかけて、武士道に反していないのかと追求すると、その通り、こうして生き恥さらしてますと答えた。オウムを抜けられなかったのかという質問に対しても、だから今、ここにいると答えた。江川翔子は、潔癖、男らしさ、友情や人義といった、価値観、彼なりの美学にとてもこだわりを持っていると評している。一方、さき竜は、武士道を持ち出したりするところを、 おかしな文系と評している。その美学ゆえか、坂本弁護士事件で、石井久子も関与していたのに、起訴されていないとして、自分の逮捕を、弱い者いじめだと怒るが、検察側から、あんたが、坂本弁護士や奥さんにしたことこそ、弱い者いじめじゃないか言い返される場面もあった。教団内で、仲が良く、一緒に逃走生活を送った、中村の後半に、 承認出廷した際、まだ教団への警心を表明していた彼に対し目を覚ましてほしいと優しく語りかけた。破本の一心はすでに死刑休憩で決心しており、もう二度と会うこともできないと考えたからか、中村にさよならと小声で言って大抵した。裁判では事情をよく知らないまま犯行に借り出され、実行犯の中で最も従属的と認められながらも、 第一審、控訴審ともに死刑判決を受け、上告していたが帰却され、2007年10月26日に死刑が確定した。オウム真理教事件で死刑が確定するのは4人目。松本サリン事件の実行犯では、初めての死刑確定となった。 オウム真理教事件で死刑になった朝原を除く12人の被告うち、特別な肩書きを持たない一般信徒は破本のみであった。象徴性発足後も要職にはつかず、数々の事件でも中心人物になることはなく、ステージも幹部とは言えない市長でしかなかった。死刑確定後は再審請求をすることもなく、高知書では文学、哲学書を読んで過ごしていた。 平田真が出頭した際は彼のことを気にかけていたという。極中で無子を考えないようにしていた。考えると崩れるのが分かっていた気がします。と語ったと伝えられる。2018年7月6日の朝原の死刑執行後、私は命乞いのようなことはしたくない。いろんな人に迷惑をかけてしまって申し訳ないなどと話し、接見した弁護士が、 最新請求を提案しても首を縦に振らなかった。2018年7月26日、死刑が執行された。51歳没。出家の時に何度も止めた母は、あの時引き止めておければ、こういう結果になってとても悲しいと声を詰まらせたという、ありがとうございます。